にちは、こんばんは、あすかです。私餃子がめっちゃくちゃ大好きで、今回100個分の餃子をね、一つに作っているお店があるという情報を入手しましたので、今日は私そちらに来ました。今待ってます。ちょっと戦略を立てながら、その100個分のね餃子をいかにどう早く食べれるか挑戦していきたいと思います。でね、1時間で食べきると9600円するんですけど、その餃子がなんと無料です。絶対に無料で食べて帰るぞ。私ね、餃子が本当に本当に大好きなんで、100個でも200個でも食べれるからね、いっぱい食べるぞ。まだかな。来たー。はい、タイマーも用意していただきありがとうございます。あ、すごいいい匂いする。これ見て、私の顔と同じぐらい。じゃあスタートでいいですか。はい、はい、お願いします。はい、スタートでーす。いただきます。真ん中からやっぱ切った方がいいですか。まあまあ皆さん大体その使われ方が多いですけど、まあそれはもう召し上がり方ですから。ちょっとせっかくなんで、あっ、おおおお、お肉汁がもったいない。まず最初、何もつけずにそのままの味をいただきましょう。いただきます。これ中のお肉がね、ジューシーですんごい食べやすい。こんな感じで皮がですね、スプーンで切ってる。皮は結構もちもちしてて、パンみたい。私パン大好きなんで、これ余裕だ。半分を30分で食べようかな。ここを10分で食べて、25分、それでいきましょう。この一口で最初に切った真ん中がなくなります。25分、20分、30分だ、大きさ的には。次はお醤油でいきます。おっくらだって今1分かかってしまった。この塊が、これすごいね、見てボリュームが結構、ここもすごいよね。パンデミックや面白い。ね、歯にニラついてないかな心配。今12分経過しました。これが30になるまでにこっちの半分を食べよう。ズボンを緩めます。わー、よし、行くぞ、急ぐぞ。これは隠す。あと8分、8分でここ全部行くぞ。餃子もこのお肉ですか。あ、基本的に全く同じです。え、100個の餃子を1個にまとめたっていうだけで、ちょっと甘いものを食べて、そうするとしょっぱいものがもっと食べたくなるということで、チョコを食べます。うん、蘇った。アスカマジで蘇ったぞ。あと3分。まずは、あ、ここすごいぞ。結構な厚みですよ。噛み切れるかな、これ。うん、詰まるかと思った。あと30秒でこれを食べれば戦略通り。いいペース、いいペース。これ戦略通りですよ。お肉と皮を分けます。ニンニク使ってないんだって。ニンニクも好き。よし、分かれました。じゃあこれを10分いきます。これ10分は余裕よ。ありがとうございます。これに書いてもらってもいいですか。あ、はい、ちょっと待って、すいません。ありがとうございます。うまい。残り22分。やばい。結構真剣に食べなきゃいけなくなってきた時間ですね。
切り入らなくなってきた。残り17分です。もうこれよ。お腹の具合は8分目です。全然だよ。やば、いきなりお腹が10分目まで来た。無理かもう。先にサイン書きます。お願いしますって言われたんで。時間ももったいなくないこれ。ちょっと待って、時間もったいないよ。はめられた。今じゃない。よし、ラストスタート。あと13分。一口サイズに切る作戦だ。まずはよし。これさっきすごい良かった。なんだった。敵は手強い。これ大げさじゃないから。はい、2枚重ねで。うっすー、すっごい美味しい。これは私好みかなり。なのにきっせ。でもこれはあと4口しか残ってないからちょっともったいない。もったいないからこっちからいきます。自分に少なく見せる作戦。ハート。ちょっと仕掛けていただいたんで写真もいいですかね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかでもいけますもんね。大したもん。もうあと5分しかない。同じものをずっと食べてるのに違っちゃうんですよね。結構なんか食べられそうな感じなんですけど、うん、もう社長の話が長かった。ちょっと待って、ちょっと食べちゃう。もう好きなやつ先食べちゃう。もったいないけど、うん。こういう風にやってみたかったんだ。大食いの人みたいにこうやって。でもまだ食べにくい。うん、あと2分。よし、いくぞ。やばい、1分切った。うん、あと30秒。口に入れちゃおう。これが最後。あと20秒。口に入れればいいかな。入れたよ。無事ジャンボ餃子を食べきることができました。さすがでは頭脳プレイなら私に任せてくれということで、今戦略が熱いゲームがあるんですよ。それが新三国志というゲームで、今回は大食いチャレンジもしたんですけど、ゲーム紹介をさせていただきます。戦略が熱いこの新三国志見ていきましょう。私ちょっと最近ねやり始めたんで、まだレベルが11のペーペーなんですけれども、このね新三国志、こうやってくもゲームズ完全監修の新三国志です。自分はこのピローン君主になります。で見て、私の名前アスカホーセン。強そうじゃない？強そうじゃない？自分が君主になってお城を作っていきます。でこの周りには農地を作ったり、レベルアップさせて、おー牛の声聞こえた。でレベルアップしたら、こういう戦場でねこうバチコンやってると思いますが、ここに行って戦えます。その前に私の戦略としてはガチャを引いて強い武将をゲットして戦場に行きたいと思いますので、ガチャ引きに行っちゃいましょう。今ね課金してきたんですよ。でちょっとミスって1万円本当は課金しようと思ったんですけど、18歳未満、まあ本当に18歳未満なんでねしょうがないんですけど、5000円しかちょっと課金できなかったので、やりたいガチャがちょっとしかできない。ガチャはね酒場、ここで行きます。こちらの女の人が踊っているところ、ここは10回に1回 SSR が確定で出てくるんですよ。なので10連すると1人は絶対もらえる感じですね。で私が今回めちゃくちゃやりたかったのが UR の武将確率アップガチャ、 SSR よりももっと強い最強キャラをゲットできるガチャをやりたかったんですよ。今回はね6回しかできない。宴をあと108回行うと必ず URL。
108回だって、まあ、でも私だったら多分この6回の中で UR 引けちゃうんじゃないのかなということで、先にこっちやろうか。 UR はちょっと取っといて、おっしゃ、じゃあまずは安牌ということで落ち着いてね、まあ、こんな感じでね、びっくりしたびっくりした、ずっと R かと思った。お、後ろソウル来た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 、顔よし、顔料です。顔よしには見えない顔してるからね。熱伝とか、あ、ちゃんとこうやって勉強もできるやないかい。お子さんにおすすめということで、一人 SSR ゲッチュ、顔料さん、顔よしではない。じゃあ次、 UR 武将確率アップガチャ、108回行うとね絶対ゲットできますが、6回で当ててみせます。この UR は諸葛亮が出るんですよ。みんなも知ってると思う、あの諸葛亮、6回でゲットしに来たぞー。まあまあまあ、挑戦者出ないと思うから、まあこんな感じでポリポリしながら、びっくりしたびっくりした、ちょっとびっくりした、早い、いきます。お、 SR か、うぅぅぅぅ、絆解放、サクサクいくよ。お、 SR やった、女の子、女の子来ると嬉しい。ジャンボ餃子を食べたからスタミナはある、いくぞ、はい、ラストになっちゃったよ、腕まくりしとこう、喜ぶ準備はできた、いくぞ。でもあと102回でね UR ゲットできるんで頑張りたいと思います。いろいろ戦い方あるんですけど、陣地を攻める戦いもありまして、それはねこんな感じで、ここ攻めたいぞって言ったら、ここ攻撃ボタンを押すと攻められます。ちょっと一瞬見てみる、あ、ちょっと自分の方が弱かった、こうやってなるから、基本的には自分でちょっと戦わないので、戦場に行くと自ら戦えるので、戦場行ってみましょう。美女って書いてある、美女美女軍団が来るのかな、美女軍団なんでぶっ潰してやる。基本的には自動で攻撃してくれるんですけど、必殺技は自分でできるように、よっしゃ行くで、あ、メラメラなった、このメラメラなったら必殺技が出ます。お、みんなメラメラしてる、あじゃー、怒り、めっちゃ怒ってる怒ってる怒ってる、また必殺技だ、よし、これで今パワーアップしましたね。次また必殺技、よっしゃー、こんな感じでその人の必殺技に合わせて HP 回復だったら、ちょっとやられそうだったらもうそこで使う、結構満タンの時に使っても意味ないので、ね、よし、必殺技いくぞ、あれや、活発100中、おお、降ってきた、命知らずな美女軍団、どこ行く、一騎打ち、来た、一騎打ち、頑張って頑張って、頼む、これもう願うしかない、願うしかない、ちょっとでも武力負けだー負けちゃったよー、でもまだ一応生きてる、ちょっと HP 返して、 HP 返して、やばい、やられた、やられた、やばい、ここちょっと美女軍団やばいんじゃない、ここ、おお、危なー、ギリギリの戦略でしたが勝てました。武将が一人ちょっと悲しい結果になってしまいましたが、こんな感じです。で、あとねチェケラッチョポイントはこのね図鑑のところで武将が見れるんですけど、なんと133名いるんですよ。さっき私がチャレンジした UR の武将、この諸葛亮が知力が100、初期段階でマックスが100なので超強くない？もう一人強いやつ、呂布さん、武力が100、めっちゃ強いやん。どうやってゲットできるのか、軍団対抗戦で獲得。軍団対抗戦は各サーバーのトップ軍団がより上を目指すために、自分の軍団のね活動世界の枠を超えて行われるクロスサーバー戦。軍団とあと個人にねそれぞれランキングが設けられてて、獲得できるものがあるそうです、ランキングによって。ということで軍団に入った方が、まあ、お得っちゃお得ですね。呂布もゲットできるかもしれないので、こんな感じで様々なね133名も武将がいますので、自分のちょっと戦略に合わせて、槍が好きだから槍でズンズンつつく的な、そんな感じで自分でちょっと戦略を考えて進めていくゲームですね。自分自身の戦略が活かせるゲームだと我は思う急に武将概要欄にリンク貼り付けておきますので、ちょっと三国志興味ある人とかね、頭脳プレイ好きとか、あとこのグラフィックに興味ある人、このグラフィック
私結構好き。とりあえずこのゲームの中でも18歳以下で入れてるっていうことが嬉しい。まだお腹いっぱい。でもあの餃子めちゃくちゃ美味しかった。皮がねもちもちしてて、お肉もめちゃめちゃ柔らかかったし、なんといっても餃子をね作ってくれた人がアスカチャンネルを見てくれてた人だったので、最後にね私がもうすっげー苦しそうにあーって言ってたら、アスカさんですかって言われて、えっちょっと待って、ちょっと待って、マスク外してるのに分かってくれましたし、お腹がすごい出てたのに何も言わなかったし、すごいいい人でした。でお店にサインも書いて、あと握手もして帰ってきました。またチャーハンのね一生っていうチャレンジもあったし、いろいろな大食いチャレンジがあったので、もし気になる方は神楽坂飯店遊びに行って食べてみてください。制限時間内に食べ終わらなければお金は払う。食べ終わったら戻ってくる。おー、やばくない？これ毎日行ったら毎日タダでご飯食べれる。神楽坂飯店さんお世話になりました。そんな感じで今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それではまた明日、あすかでした。バイバーイ。餃子食べきりました。めっちゃ美味しかった。でも多分ね、もう帰れない、動けない。